コリン・リュー・ファースはイギリスの俳優。ハンプシャー州グレーショット出身。父のデイビッド・ノーマン・ルイス・ファースは歴史学の教授。母のシャーリー・ジーンは宗教学の講師。妹のケイと弟のジョナサンも俳優。祖父母はインドで宣教師をしていた。生後数週間でナイジェリアに移り、4歳の時にイギリスに帰国。 ロンドン芸術大学のセントラルセントマーチンズカレッジ、オブ、アートデザインのドラマセンターで演技を学び、舞台版、アナザーカントリーに出演。それが縁で、映画版にも出演することになった。1995年に、BBC で放映されたジェーン・オースティン原作の、コーマンと偏見のダーシー役で、スターの座を確たるものにする。ヘレン・フィールディングはこのドラマのファンで、 コリン・ファースフンするダーシー氏をもとに、ブリジット・ジョーンズの日記のマーク・ダーシーのキャラクターを作り上げたという。ファースは映画化された、ブリジット・ジョーンズの日記シリーズ3作にも出演し、マーク・ダーシー役を演じている。2009年公開のトム・フォード映画初監督作品、シングルマンで、ベネツィア国際映画祭団優賞を受賞し、第82回アカデミー賞主演団優賞にもノミネートされた。 2010年には英国王のスピーチでイギリス王ジョージ6世を演じ第68回ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した。また2年連続で英国アカデミー賞主演男優賞も受賞し、さらにアカデミー主演男優賞も受賞した。2015年にはマシュー・ボーン監督の映画キングスマンデタロン・エジャトンラと共演。映画は全米でヒットを記録して、 シリーズ化された。2009年、配偶者のリビア・ジュージョリと1995年、アメリカ人女優のメグティリーとの間に一難を設けているが、結婚はしなかった。1997年に、イタリア人の映画プロデューサーであるリビア・ジュージョリと結婚し、ルカ・マテオの二人の息子を得ている。2015年から2016年にかけて夫妻は一時的に別居していたが、この時期に、 妻リビアはイタリア人ジャーナリストと交際しており、2018年にはこのジャーナリストにストーキングされたとして訴訟を起こした。2017年にはイタリアのパスポート、市民権を取得して二重国籍となったほか、妻リビアの側も英国籍取得手続き中であることを明かした。2019年12月13日には夫妻の離婚が発表された。2011年、 大英帝国勲章を授与された。ありがとうございます。